ラブライブ TV アニメ1期2期劇場版を収録したラブライブ QTH アニバーサリーブルーレイボックスが本日2019年10月25日金曜日に発売となった。ラブライブはみんなで叶える物語をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト。スクールアイドルグループ MS ミューズによるアニメーション PV 付き音楽 CD リリースのほか、雑誌小説をはじめとした書籍、 TV アニメ、スマートフォン向けゲーム、コンシューマーゲーム、トレーディングカードゲーム、また実際にもエースを演じるキャストによるライブイベントやラジオ、ニコ生を行うなど、さまざまなメディアを巻き込んだ展開を行っている。2013年1月には TV アニメ1期、2014年4月には TV アニメ2期を放送、2015年6月には完全新作劇場版が公開。9人のメンバーを演じるキャストが実際にアニメーション映像と同様にパフォーマンスを行うこともプロジェクトの魅力の一つであり、2015年年末には第66回 NHK 紅白歌合戦に出場、2016年3月31日4月1日にはラブライブ RSQUOS ファイナルラブライブ RSQUO シックフォーエバーを東京ドームで2レース公演で行った。2020年1月18日、19日に開催されるラブリブシリーズ QTH アニバーサリーラブライブフェスへの参加も決定している。RR シリーズ9周年記念ラブライブフェス118-19開催決定。 RSQUOS アカーズセントスノー虹子咲学園スクールアイドル同好会が出演。今回ラブライブ TV アニメ1期2期劇場版を収録したラブライブ QTH アニバーサリーブルーレイボックスが本日2019年10月25日金曜日に発売となった。フォーエバーエディション初回限定生産は特典 CD、特典映像ディスクをはじめ、キャラクターデザイン室田雄平さん描き下ろし豪華想定ボックス、復刻版音の木坂学院入学案内書、オールカラー28ページ特製ブックレットなどが付属したアニバーサリー仕様となっている。ぜひ、ブルーレイボックスでも、MS の活躍をお楽しみいただきたい。商品情報、フォーエバーエディション、初回限定生産。発売日、2019年10月25日、金曜日、価格、4万5000円、税別、品番、BCXA1494 収録内容、ラブライブ。TV アニメ1期全13話、ラブライブ。TV アニメ2期全13話、ラブライブ。ザ・スクールアイドルムービー、劇場版発売、販売元、その他、ラブライブ、フェスチケット先行抽選申し込み券や、スクスタ限定シリアルコード、スクフェスアイテムシリアルコードも封入されている。10月30日、水曜日、ラブライブ、スクールアイドルフェスティバルオールスターズコラボシングル、心マジック A to Z 発売。10月30日、水曜日には、アカーズのスクスタコラボシングル、心マジック A to Z がリリース。初回生産特典は、アカーズメンバーカード、全9種よりランダムで1枚と、スクスタにて利用できるシリアレコード、全6種よりランダムで1種が封入。スクスタコラボシングル、心マジック A to Z 発売日。2019年10月30日、水曜日、価格、2800円、税別品番、
LACM 14930発売販売元株式会社バンダイナムコアーツ。収録内容1、心明示、ぜひブルーレイボックスでもムエースの活躍をお楽しみいただきたい。商品情報、フォーエバーエディション初回限定生産、発売日2019年10月25日金曜日、価格45,000円、税別、品番BCXA1494、収録内容ラブライブ TV アニメ1期全13話、ラブライブ TV アニメ2期全13話、ラブライブザスクールアイドルムービー劇場版発売販売元10月30日水曜日、ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズコラボシングル心マジック A to Z 発売。10月30日水曜日にはアカーズのスクスタコラボシングル心マジック A to Z がリリース。初回生産特典はアカーズメンバーカード全9種よりランダムで1枚と、スクスタにて利用できるシリアレコード全6種よりランダムで1種が封入。スクスタコラボシングル心マジック A to Z 発売日2019年10月30日水曜日、価格2800円、税別、品番 LACM 14930、発売販売元株式会社バンダイナムコアーツ。収録内容1